はい、どうもお疲れ様です。 FX オリアリヒの皆様、そして速稼塾限定動画をご覧の皆様、本日12月28日、2時過ぎの相場解説になります。まず1時間足を見ていただきたいんですけども、ポイントはですね、こちらの価格とこちらの価格でレンジができているところなんですが、今レンジに入ったんですよね。昨日はね、このレンジに入らずにこのサポートラインを弾かれて下の方に留まっていたんですよね。下の方っていうのはこの範囲なんですけども、で一旦ここを抜けると今度はですね、下ヒゲに抑えられてレジサポ転換してるんですよね。これをちょっと細かく時間を分けてお話していきます。今度30分で解説します。30分見るとほら、ここで弾かれてそれぞれ下の方に行ってですね、でここを抜けた途端に今度は逆にこちらの方でほらヒゲ先で抑えられて、二点底を作るような形で上の方に行ってるでしょ。ということはここのヒゲ先を越えたあたりでまたブレイクするポイントが来るってことですよね。まあそれ以前にですね、こちらがもうレンジオプションにはなっているんですけどもね、まあ、この2つでエントリーポイントが決められます。まず1つはエントリーポイントの1つ目は、レンジダウンオプションということですよね。でそれをちょっと逃しちゃった人でも今度はここのチャンスが来てますよ。このヒゲ先を抜けたら、これももう今までやりましたけども、ここを抜けたらエントリーするポイントが来るよってことですね。はい、じゃあ30分から15分に移してもうちょっと細かく見ていきます。同じことを1時間30分15分で申し上げてますからね。で今度はここのね、何度も出てきますけども、133の110、ここで弾かれて上の方に行けなかったわけですよ。下の方に行って、で3度目のトライでもじゃもじゃしたんですけども、なんとか抜けたような形になりました。で抜けた途端今度はここを割らなくなってきたんで、レンジダウンオプションでバイを入れることもできますし、もう一回戻ってきたんだけども、やっぱり同じようなポイントで弾かれて上に伸びたってことですよね。ですんで本当はこの間で入るチャンスがあったわけなんですけども、当然リアルタイムで見れてる人っていうのがみんながみんな見れてませんから、じゃあ今気づいた方はどうすればいいのって言ったら、今度ここですよね。ネックラインがね、ここを越えてのエントリーは効きますよねってことですよね。そうすると安値切り上げ、高値切り上げが見えてきて、上昇トレンドも引けるってことになります。はい、以上のような形ですね。で今回の解説は以上なんですけども、まあ雑談の方をね、 FX オリガルヒの方は12月28日、深夜3時前後で更新しますので、そちらの方もご覧ください。で、FX のね、速稼塾限定動画をご覧の皆様、以上でございます。もう値動きがねすごくちっちゃくなってきてますんで、そんなに派手にエントリーするような事態は訪れませんけども、まあ時間がある方はね、こうやって自己解説をしてみるとか、それから貼り付ける方は試しにじっくりと1日でもね、半日でも貼り付いてみてください。そうするとね、やっぱ1時間で貼り付く必要はあんまりないなってことが分かります。なんせ1時間で1本しか変わりませんから。で15分とか30分とか5分見たとしてもね、5分10分で全部見終わっちゃうじゃないですか。だからね、トレーダーがねバッチリ張り付くのって多分誤解なんですよね。イメージというか、あんまり張り付いてやるもんではないと思いますし、張り付きすぎると今度はね、小さな値動きにちょっと勘違いを起こしちゃって、それこそテクニカルになんなくなっちゃうんで、なんか小さな時間軸なのに感情で動いちゃうんで、気まずいことになりますんで、やっぱテクニカルで押すためにはそこそこの余裕を持って見ることが大事と。で具体的に言うと、1時間軸で勝負するんだったら 3,4 時間に1回見に来ればいいんじゃないですか。そうすると1日にね、ほら3回とか4回見に来るだけでもう半日終わっちゃうでしょ。だからあんまり拘束されないと思うんですよ。そのぐらいでもちゃんとエンドリーポイントこうやって見つかっていけますんでね、なんかあんまり張り付きを主にしない方がよろしいかと思います。それじゃあ今日はこんなところですね。はい、お疲れ様です。